スバトプルク・プルスカルは、チェコの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。プルスカルは、故郷の SK レトナ・ズリーンで、選手経歴を開始した。FC チェコマ・ズリーンを経て1951年に、新たに創設された軍隊のサッカークラブ AT、ATK プラハに移籍すると、プルスカルはそれまでの攻撃的なポジションから、守備的 MF に、コンバートされた。 デュクラ・プラハでは中心選手として16年間で8度のリーグ優勝に貢献した。また1960年代にアメリカ合衆国で開催されたアメリカンカップでは3連覇に貢献。1962年大会の決勝、ブラジルのアメリカ FC 戦では決勝点を決めた。様々なポジションをこなすユーティリティープレイヤーであるとともに、 スライディングタックルの名手であったプルスカルは膝の怪我により1968年に現役を引退した。チェコスロバキアリーグ通算282試合に出場し37得点を記録した。チェコスロバキア代表としては1952年に代表デビューを飾ると1954年の FIFA フフワールドカップスイス大会。 1958年の FIFA フフワールドカップスウェーデン大会、1962年の FIFA フフワールドカップチリ大会に3大会連続で出場した。特に1962年のチリ大会では、ヨゼフ・マソプストと共に中盤を構成するとともに、4から2から4システムを採用した同国の中心選手として活躍し、準優勝に貢献した。 チリ大会での活躍により、世界的な知名度を獲得した、プルスカルは1963年に、世界選抜に選出され、1963年10月23日に、イングランドウェンブリースタジアムで行われた、FA 創設100周年記念試合に出場した。また、翌年には、ヨーロッパ選抜にも選出され、ユーゴスラビアのベオグラードで行われた試合に、出場した。 その後、1965年の FIFA フフワールドカップ、イングランド大会予選で敗退すると、この年を最後に代表から退いた。プルスカルは、国際 A マッチ56試合に出場し1得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、ボヘミアンズ・プラハをはじめとした国内のクラブや、キプロスのエノシス・ネオン・パラリムミの監督を務めた。2005年5月29日、 脳梗塞により死去。74歳遺没。ありがとうございます。